セレッソ大阪の西尾龍也です。今年のセレッソのレシピはこちら、エビと豚肉のパテです。ボイルしたエビ、枝豆、コーン、角煮、柴漬けで筒状のパテを作ります。パテをカットしルヴァンプライムに乗せて、最後に蜂蜜、黒胡椒で仕上げます。それでは食べてみます。ルヴァンプライムの大きさもすごい、一口で食べれるサイズなので、とても食べやすいですし、僕自身も家で作れたら作って食べたいなと思いますね。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification